食べよう。これあれよ、あのお芋さんです。お芋さんですね。おかわり番の計バーン。どうも、退院して復帰したうんちゃんです。ちょっとノーメイクなんですけど、今日起きたばっかり、朝でございます。復帰して一発目の動画何にしようかなって考えてたんですけど、入院する前に、あ、私あの初めて見た人は分かんないと思いますが、ちょっと入院してて、入院するちょっと前に辛いものを皆さん何かご存知ですかっていうねアンケートをね取って、 X のね DM でね視聴者の方がたくさんねこんなのありますよって教えてくれたんです。何個かあるんで、一日中その辛いやつをオットバンディにね内緒で出してみようと思います。毒を盛る妻をやりたいと思いますなので朝ごはん昼ごはん、まあ、晩ごはんとちょこちょこちょこっと出して毒をね持っていきたいと思います。今回ねいただいたリクエストがねこちらでございますね。結構辛い一味ですかね、一味でございます。これをねあのリクエストしてくれた人はね2人いました。激辛醤油でございます。これはねいいですね、夜刺身に出してみようかなと思います。こちらお漬物でございます。こちらもね2人いらっしゃいましたね。こちらどうですかということで、朝食にね出してみようかなと思います。でこちらカレーでございますね。一味小袋入りってあるんですけど、これの一味をね勧めて来られる方がねすごく多かったんですけど、こっちの一味買ってるんでこれにも入ってるんでね、こちらはちょっと買わせていただきました。カレー実際食べた人からもねレビューをいただいて無理だったと、まあ、これをお昼にしてもうないだろうっていうところで醤油で攻めてみようかなと思います。じゃあちょっとね朝ごはんの準備ねしていこうかな。一旦朝ごはんは今お味噌汁作ってます。豆腐となんかいろいろ野菜入ったお味噌汁をね今から作って、でまあ納豆とか出してね朝ごはんにしようと思います。じゃあ朝はねこちら盛りたいと思います。よいしょ。お、危ないほど辛いって書いてあるけどね、朝から危ないほど辛いものを盛ろうと思います。なんか一見辛そうには見えないですけどね、切ってね小鉢に入れようと思います。あ、汁が出てしまいました。激辛汁。あ、すごいなこれ、唐辛子に青唐の匂いがする。あ、青唐かどうかわかんないけど、これは危険かもしれないですね。ちょっと味見してみます。辛いですねこれは。これは朝食べるものではございませんね。うん、でもまあ目は覚めます。はい、できました。こちらをね朝ごはんとして出してみようと思います。これはねレトルトです作ったものは味噌汁だけです。ご飯できたよ。ご飯、おさん、ご飯どうぞ。おさん、ご飯どうぞ。おはようございます。おはよう。おひく、あら、素敵なご飯。作った味噌汁だけだけど食べましょうか、ね、いただきます。いただきます。おナスがまだ硬いな。妙に辛くない？辛っ。うまいねこれ。なんだ、うん、朝いいね、目が覚める。辛い、特別辛いよ、うん、辛いと思う私もさっき食べてびっくりしたもん。
辛いな、ご飯がなくなっちゃったバンジーさん、はい、早朝ドッキリでございます。イエーイそれは視聴者の方が教えてくれた危険なほど辛い南米漬けでございます。美味しいよ、普通に食べれるんだ。まあまあ辛いけどね、うん、ということでバンジーは大丈夫でした。大丈夫もっと辛いものを見つけてきてください。本当ですよ動画的に僕も心配になっちゃうんで以上です。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録お待ちしております。もっと挑戦者求む、俺が求めるのも変なのかもしれないそれではいってらっしゃいそんな辛くなかった？めっちゃ食ってんじゃん、私無理かも。じゃあ編集すっか。はいはい、お昼でございます。お昼はね、このカレーを出してみようと思います。クレームは一切受け付けないと書いてます。うわ、これが超辛いやつですね。加減して入れるスプーンですね、きっと。私はコミチンカレーを食べます。すごい匂いがします、ちょっと開けただけなのに。あ、でも見た目は普通ですね。こちらも入れましょう。ペイ、ちょっと舐めてみますね。うわ、これやばいですね。これ一口舐めただけで大変なことになりますね。キャロライナリーパーバレちゃうんで、ちょっとどかしておきます。できました、大魔王カレーでございます。じゃあこちらお昼ご飯に出してみようと思います。お、カレー、カレーだ。あ、色違うね。私はちょっと今刺激物はノータッチなの。あ、甘口なんだ。そうです。いただきます食べよう。これあれよ、あのお芋さんです。お芋さんですね。はい、ちょっと冷めちゃったね。あれあれ、おうざい。うわ、うわ、うわ。やめなよ。朝で終わりじゃなかったの。そちらは視聴者の方が教えてくれた大魔王カレーです。てってでー。一日に2発作ることってある。これ別の動画？いや、同じ動画です。こちらを入れてみました。辛さに自信がある方に、美味しい。本当、うん、美味しいよ、すごい、味はすごい。でもちょっと辛すぎる、匂いがもうキャロライナリーパーバレてたここ来た時から匂ってたもんね。多分気づいていらっしゃると思ったんですよ。交換してあげようか。ご飯だけ食べちゃったうまっ。じゃあこちらね、紹介してくれた人、あなたの勝利でございます。おめでとうございます。以上でございます。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録お待ちしております。はい、夜でございます。夜はね、晩酌セットでございます。麻婆茄子も作ったんで、麻婆茄子完成でございます。この一味はね、焼き鳥用激辛の醤油、お刺身で食べたいと思います。ちょっと開けますよ。長野県産でございます。おお、あ、ちょ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 、出さないといけない。食卓に並べてきます。いい感じの晩酌セットができました。これでね、バンジーテックスを呼びたいと思います。うわ、できたできた。
マジマジで働きました今日。こっちなんだ今日ご飯食べるとこ。食べましょう、乾杯しよっか。はい、お疲れ様でした。今日も頑張ったけど、うん、あんまりトークが回んなかったな。忘れよう。それね、世界一辛いって書いてあるよ。はあ、びっくりした。まだやんの？あ、これ世界一辛いって書いてある。ほんとだ、またカメラ回ってるじゃん。視聴者リクエストです。え、世界一辛い一味？世界一辛そうに見えないんだけど。ねえ、辛そうには見えない。かけてみたんで、いただきます。うまい。これいいわ。うまい。これうまいわ。これで本当に最後かな。うん。じゃあご視聴今日もありがとうございました。本当元気になったわ。1日に3回も辛いものを準備してくれて、今日はなんか私が全部ご飯作るからって言うからおかしいなとは思ってたんですよ、うん、また次の動画でお会いしましょう。うん、うん、うまい。さすが。醤油は？醤油つけたよ。美味しい醤油よ。美味しい醤油？うん、うまい。ちょっとピリッとするね。それは激辛醤油です。もう、まひってる。まひってるよ。辛いの好きな人にはすごいいいかもね。うん。舌にピリッとした感じがすごい残るんで。夜の激辛は美味しかったということで。うん。以上でございます。ありがとうございます。今日はこれで終わりでございます。この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録お待ちしております。ありがとうございました。視聴者の方にリクエストいただいたものでたちでございます。美味しいです。辛くてびっくりドッキリみたいな感じではないですけど、とても美味しいです。どれが一番気に入った？これマイコヒーヒー、マイコハンヒーヒー、いいね。ただこの辛い醤油ってね、貝のお刺身にすごく合う。あ、確かに辛っ。貝だとすごい感じるね、辛いの。これとろってした刺身だと分かんなかったけど、辛いわ。うん、美味しゅうございました。それでは皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。